今日は NGT48 デーだった気がするんですけど、違いましたっけ？確かそうだった気がします。こんばんは。ゼルダやりますいや、あのですね、なんか前にも言ったと思うんですけど、普通に自分一人でやるより、あの配信しながらやった方が楽しいんですよ。なのでゼルダやりたいんですけど、今日はちょっと二択を選んでほしくて、ゾーラの里に行くか地底探索に行くか、どっちがいいですかあ、そう、昨日ツイートもしたんですけど、ゴロンティア、ゴロン族のデスマウンテンのとこはクリアしました、ユンボーと一緒に。ボスめちゃめちゃ大変だったんだけど、倒したんですよ。で、次、まあなんかゲームの流れ的にはゾーラの里に行けって言ってて、そうそうそう、ほんとあと5分で倒せたんですよね。一回もやられなかったんです、その時は。そう、まあっていう感じで、まあ、現状今ちょうど次への目的地が定まってないので、地底探索は私全然やってなくて、そう、なので深穴の地底探索をするか、ゾーラの里で新しい、まあ、多分ゾーラの里の方が話は進むと思うんだよね。だから配信映えするのはやっぱゾーラかな、ゾーラ族。ちなみにゾーラの里はこれから行くから、今から道なりに進むって感じです。ゾーラ OK、 じゃあゾーラにしよう。よいしょ。深穴だと探索の方が長いから画面映せないからね。そう、地底は、そう、探索が、でもなんか最初地底探索行った時はむずすぎて、敵が強くて、あ、ダメだこれと思って諦めてたんですけど、ちょっとこう戦い方を理解したら、そうできるようになりました。ちょっと遊べるようになりました。地底も楽しくなってきたということで、始めよう。Tears of the Kingdom。 地底真っ暗なんだよな。ということで、ああ今ちょうどあれですね、砦の防空壕だっけ、なんだっけ、ここ なんだっけ名前にいますね。どうしようかな、服なんもないんだけど、ちょっと重そうだから借りようか。なんかね、いい装備を手に入れたんだよね。炎の火炎の頭飾りっていう、なんかちょうどなぜかどこで拾ったかも思い出せないんだけど、なんかねいい感じの頭飾りは手に入ってます。あれ雨じゃん。雨やだな。いっか、進むか。さて、今 AM5時35分、朝の5時35分ですね。じゃあゾーラの里の近くまでは行ったから、ここから、あ、どうしようかな。ゾーラ大地、いいか。いやー、ハートありがとうございます。あ、今日推しの子あるんだけど、今日の推しの子はね振り返りなんだ。
1話から7話のだから新しい話じゃないから私はちょっと今ゼルダやりたいのでゼルダをやります。 それだけです。特に理由はないです。えい、あー取れなかった、張り付き。あ、そういえば今の私はハートが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個で頑張りゲージを3つ上げてる感じですね。水飲みもらっとこう。で今からゾーラの里に行くんだけど、ちなみにリトの村とゴロンシティは終わりました。馬宿があるのでその馬さんのところに向かいたいと思います。ういマップを開け、こっちか。逆だな、こっちか。眺望台からさ飛ぶのめっちゃいいよね。もうちょっと先だね。あの辺だった気がする。ちょっと道なりになんか何ゾーラ？ゾーラの里上からも別に行けるんだけど、なんかせっかくだから道なりに進んでみようかなと思って。よし、で、あ、そこにいるね。馬さん、オレオっていう馬さんを私の今相場なんですけど、俺の相場がなんですけど、あ、あ、見てた。よいしょ。俺の相場どこだ。俺の相場が今どこにいるか分かんない。キツネだ、欲しいな肉。よし、ナイス。はい、獣肉。あ、いろいろいる。ちょっとね、動物さんを痛みつけるのはちょっと悲しいですが、肉が欲しいので。上獣肉。あれ、馬さんどこだ。その辺にいる。あ、あれ、馬さんは、馬さんここにいるって。あ、いたいたいた。よし、オレオ。ちなみにオレオっていう名前はなんか馬のお尻のところが白地の黒点々だから、なんかオレオっぽいなと思って名付けてます。別にそれ以上の理由はないですね。あ、こっちだね。それではじゃあ、ゾーラの里方面に。あれ、こっちだね。これだよね。うん、ゾーラの里こっちだった気がする。よし。あれ、待って。ああ、大丈夫。
ゾーラの里方面に向かいます。今ここどこだ、今ここはちょうどハイラル急流との真っ二つのとこ、ラムダの財宝ってなんかすごい言われてるんだけど、え、何、ちょっと待って、なんかすごい、あ、敵か、なんだ敵か、あー死ぬ死ぬ死ぬ、待て待て、よし、よし、オクタ、オクタがいた、あぶねー、ビビった、あ、リンゴだ、リンゴ欲しい、まあ進むか、もういや寄り道ばっかしちゃう、うわすげえ、ゾーラの里はちなみに、あ、鍋だ、待って鍋マークしときたいな、あれ馬に乗ってくのはいいけど、こういうのがさいちいち結構大変ですよね。レシピ？あ、ここまで来たはいいものの、この先はところどころ崩れているみたい。ゾーラの里へ行くには道なき道を進むしかなさそうだ。ヘドロで足も取られてしまうし、到着は当分先になりそうだな。フィネさんも心配してるだろうから、なるべく早くゾーラの里にたどり着かなきゃ。だそうです。やべ、馬で行けないかも。あ、コログいるし、もうコログ無視していいかな、一旦コログに時間取られちゃうのもったいないよな、配信でやるには。あ、なんかいる、あー馬さん、ビリビリだけ、本当だ、道が崩れてる。ちょっと馬ごめん、オレオ、オレオごめん、ここでさよならだせっかく来たのに。じゃあちょっとコログは、コログコログどこ行きたいの、うわめんどくせ、すいません、また今度ね。本当だ、道が崩れてるわ、ここ馬さんは通れないわ。なんだよこのドロドロ、それに岩も道を塞いでる。旅人が何人か引き返していったけど、これじゃ無理もないね。鳥や魚でもない限り、ゾーラの里へ行くにはこの街道を通るしかないから、諦めが肝心だけど、僕は行かなくちゃ、ゾーラの里でフィネさんが待ってるんだ。あ、さっきの日記の人、うわヘドロか、やだな、どうやって行くのが正解だこれ。ヘドロが上から落ちてきてる。なるほど。これは登れるの？あ、別にこれは登れんのね。え、なにこれ？え？これ何これ？これコログとかじゃないの？ん？あ、違うんだ。あ、いやコログいるやん。なんやねん。むず。むず、よしラスト、よし、コログを見つけました。
でどうしてあげたらいいんだ、こっちかな。本当だ、めちゃめちゃ水が汚い。ゾーラの里っていうのは、うわ、なに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 、敵敵、どこの敵、あ、お前かい。うわ、でかい敵がおる。どうしようかな、すごい武器使っちゃうか、この辺使うか。あ、やだやだ、やべ、敵おる。よし、やった、リザルフォスを倒しました今。でどこへ向かえばいいんだ。なんか本当に道がないんだな、どうしよう。方向としては多分こっちで合ってるはずなんだけど、上から行けばよかったかな普通に。あー、本当に道がないな。とりあえず敵倒すか、一匹しかいなかったら大丈夫。やべ、はい、焼きバスバット。あ、なになになに、どれ、あ、キバスパッドいらないか別に。木の矢、リンゴ、リザル棒、木の矢、道なき道を本当に進むしかないね。マジで道、あー、ヘドロが、ヘドロに足取られるとマジで困る。よいしょ、あ、敵がいる。うわ、やべ、結構強い敵だ。はい、バイバイ。うい、うんーと、この先がゾーラの里。マジで道が崩れてる。まあ、天変地異でね、道がかなり壊れちゃってるんですけど。うわ、ヘドロが。上とりあえずいろいろ行けるとこあるけ。あー、やばい、敵だ。もう、お前かい。この上とか行けるっちゃ行けるけど、どうしよう、行かなくていいか。ふん、あー、マジで何か道がないね。
あー敵、はい、あーこいつもいる、やべ、え、でここは、ヘドロマジで足取られて大変、ここの道結構大変だな、めっちゃ変な道通ってるわ、通りづらそう、上から岩石降ってきてる、大丈夫、急げ急げ、あでもちゃんと道にはなってるか、ゲーム的には、何ここ敵おる、ういうい、チュチュジェリー、あーなんか泳ぎができるようになるやつ、泳ぎができるようになる系の何か作ってた方がいいかな、薬的なやつ、食べ物でもいいんだけど、あ、やべ、え、よし、あ、いやここ鍋ないやん、なんやねん鍋ないじゃん、なんだよ、あそこ鍋ある、うわ鍋ある、敵だ、やっつけるか、不意打ちいけるかな、よし、よくやった、リザルフォス、黒リザルフォスだ、強かったよね、いやそう強いなって思ったんだよね、鍋やった、なんか泳ぎができるようになる系の薬作っとこうかな、どうしよう、チツゼリーでいいかな、なんか泳げる系はなんだっけな、スイスイうんちゃらみたいなのがあったはず、あんまないねどれ冷気のみたいな、あ早く泳げるようになる、これだ、料理して食べると、チュチュジェリーじゃなくていいかな、じゃあ、水飲み4個とかにするか、あ、スイスイ煮込み果実、泳ぎスピードアップ8分、とりあえず今ちょっと普通に、今普通に食べるものが欲しいな、肉肉、獣肉と岩塩と、どうしようかな、入られそう美味しそうなもの作ってるだけ、ハートありがとうございます、あ岩岩塩焼肉美味しそう。
あでもめっちゃなんか普通にもうちょっと簡単に食べれるもの欲しかったな。あいいね、包み焼ききのこ食べたい。うい、よし。 PM8 時50分、朝にしとこうかな。夜だと暗いし敵も強いし。あびっくりした、ブラッディームーン赤い月だった。やばい、さっきクロリザルフォスここで倒したんだけど、復活してる、もしかして寝てる。え、ブブブ、怖い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 、ブブブ、あビビった。そんなさ、あまだ怖いよ。あびっくりした、今倒したクロリザルフォスが目覚めたわ。怖かった、ビビった。怖かった。ああスライムも復活してるし、あやべ、スライムに攻撃受けたの初めてかも。進みましょう、せっかくさっき倒したってのによ。上なんかあったかな、何もなさそう。別にわざわざこんな狭い道を通らなくてもいいっちゃいいんだけどね。ルピーを稼いだ。でどこだ。綺麗だな、にしても、あなんか敵の声がした。え違うの、ヘドロか。これもまたヘドロもなんか異変なんだろうな。てか遠いな。えってかウサギ多いな、なんでだろう、この辺はそういうとこだっけ。え張り付きガエル変なとこに張り付いてる。でこっちか、地図にちゃんと道が書いてあるから助かるぜ。めっちゃヘドロ落ちてる、こっちか。うわ敵だ、うわお前か、やだな、狭いし。うわ待て、戻りこ、ストップ、戻り行こう。岩吐き出す、戻り行こうだ。やばい、あ待て、
これじゃキリがない。強い武器強い武器。あ、やばい、しまっちゃった。逃げろー。あれあれ、あ、やばい、食べちゃった。いや、ここの戦闘長っ。いいわね、オッケー。えい、戻り行こう。待て、オッケー、戻り行こう。あ、やばいやばい、死んじゃう死んじゃう、待って、死んじゃう。嘘じゃん。ああ、今だ、よし今だ、やれ、よし、よくやった。これなんだっけ、なんてやつだっけ、ライクライクみたいな、あれ、そう、ライクライクっていう敵だ。ちょっと強いんだよな、強いっていうか時間かかる。ゾーラの体験、え、欲しい。濡れた状態で高い攻撃力発揮する。これもうすぐ壊れそうだな。あー、どうしよう、ボコエッジいらないかな。ゾーラの体験、どうしよう、まあいっか。組み合わせとこうかな。スクラビルド、クロリザルフォスの角、なんか強い武器あったっけ。体験より私旅人の剣につけようかな。え、スクラビルド、おお、良さそう、いいね。ちょっと他のものもなんか作っとこうかな。青モリブリンの角、青ホラブリンの角、試しにリザルホースの尻尾ちょっとやってみようかな。置いて、旅人の剣、どうしよう、ゾーラの体験に、うん、どうしようかな、ゾーラの体験に、青モリブリンの角、あ、似合わないかも。で、ゾーラの槍にリザルフォスの尻尾、あー、いいね、槍みたいになるんだ。で、旅人の剣に青ホラブリンの角、オッケーオッケー、よし行こう、進むぞー。中東兵隊ブレードが壊れそうだ、悲しいね。ヘドロがね、ずっと音が鳴ってんで、あー、キツネ、よし、獣肉いただくぜ。はい、ナイス。あ、つきそう、え、まあ敵おるな、え、どうしよう、上から攻撃するのもありだけど、とりあえずあそこ行くか。人間が戦ってる、うい、こんなんボコエッジとかでいいやろ。あ、思ったより、うい、あ、ハイラル人を助けました。
迷い、いまだに私分かんないんだよな。あ、逃げられた。イノシシがかけてった。ここの橋を渡るんだよね。であっちに敵がいるよと。オーレン橋に来ました。ラネール大水源、ゾーラの里の、あれ道な、え、なんでこんな道ないことある。しょうがない、やばい、どうしよう、やばい、バレた、バレた、敵、やばい、やばい、待って待って、やばい、あ、やばいかも、あ、やばい、待って待て待て、あ、やべ、死んだ。むず、ちょ待って、いや人が多すぎるな、なんか上から攻撃するのが得策かもしれない。それかてかめっちゃ今あれだな、ハートも少なかったな。あ、そう、忍び串焼きに焼ききのこがある、これ食べて、美味しそうに食べるわね。これでやべ、気づかれる、これでなんか上から攻撃できないかな。なんか洞窟ある、やべー、また洞窟入るとさ、進まないって。なんかこれ、なんか板みたいなのある、え、やべ、木折っちゃった、まあ、いっか。洞窟とか行くとマジでさ、マジで永遠だからな。あ、ん、え、ここ何のための洞窟？ちょっと待って、分かった、さっきのとこ戻って、あれ今どこ、これで通れルーフかな。おお、宝箱だ、よっしゃ、何が入ってるかな。兵士の両手剣、なんか別にそんないいもんでもないな。木の棒よりマシか。え、これで終わり？あ、上がある。頑張りガニ。やべ、洞窟来ちゃうとマジでさ。あ、迷いだ。よし、うい。え？うい。迷いゲット。え、
それだけ？え、落ちる落ちる、え、これだけか。同じ場所出てきちゃった。じゃあ、通れルーフしようかな。で、そしたら上から行けるよね。通れルーフ。よし。で、上から敵を蹴散らそう。よし。行くぞ。待って、あるじゃん。火炎の実。レッツゴー。え？よしよしよし。強い武器クリア。やべ。ちょっと強いな、やっぱ。うめうめ、よし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 、強い強い強い。で、あとこいつだ。ういうい、あ、あ、倒しました。やったね。アオリザルフォスの尻尾、やっとやっと倒したよ。ハイラルバス、あ、宝箱もある、やった。ゾーラの弓、そういえば弓はさ、そんなに傷んでないよね。なんでなんだろう。うい、この岩いいな。あとはアオリザルフォスの角、こんなもんか。この辺なんか隠されてたりしてない？鍋があるね。あとどうしようかな、ちょっと料理した方がいいかな。うん、リンゴ3つでいいや。とあと普通にリンゴとイチゴ、これちょっと今食べよう。おい、よし進むぞ。進み方がわからない。待って、え、これどうやって進むんだろう。なんかめっちゃ、え、どうやって進むのこれ。道マジでわかんない。待って待って、ん、洞窟があるかな。いや洞窟ないな。でもありそうだけどな。それか通れルーフ。とりあえず通れルーフ。できればね、このゾーラの里はね、正規ルートで行くことをね、目標に頑張ってるんですよ。まあ正規ルートなんてないんですけど、できれば正規ルートで行って、他のとこに全然正規ルートで行けてないから目標なんですけど、それが私の今回の。とりあえず今でも通れルーフ、あ、でも行けそう、これでいいんか。
大丈夫そう。いやー、探索なんて全然できてないからな、マジで広すぎて。あ、なんかなんだ、ゾーラの学び第一章、水と共に生きるゾーラの里、ゾーラ王子シロ、決意を込めてここに記す。遥か昔、このラレーヌ地方に時に緩やかな時に急激な地殻変動が起きた。高い山は雲をすこん、あ、くれ、高い山は雲を作って雨を降らせ、深い谷がその雨水をなみなみとたたえた。溢れた水はやがてゾーラ川となり、滝になって落ち、広大なラネール湿原を育んだ。水を求めて移動していたらゾーラ族の祖先がこの地に定住したことは必然と言えよう。ラネールの山々は良質の石にも恵まれ、その色彩を使った建造物は頑丈かつ優美。しかも水との親和性が高く、ゾーラ建築はここ水の里の代名詞となっている。この里の片隅で目を閉じて耳を澄ませば聞こえてくるのは軽やかな水の音。優しくて慈愛に満ちたその音色こそがゾーラのために奏でる幸せな暮らしの証である。王室に生まれし者の使命として私シロは今ここに誓う。ゾーラの里から幸せな音色が途絶えぬよう生涯をかけてこの地の平和を守ることを。っていうのが今できてないんですけど、かわいそうに。上目指せばいいかな。てかよく見つけたなこれ。いやー、なんか変なとこ行きすぎるとな。こっち行ける？なんかどうとでも行けるから怖いよな。あっちで合ってる。あ、道なりは、あわ、敵、待て、わ、しかも強そうな敵、待て、てか強っ、待って、こいつめっちゃ強いや、ちょっと待って、上から雷の何かを降ってくる。あ、やった、よし。で、あとこいつを、ああ、倒した、強いね。チューリが強いんだよなマジで。これいらないかな、よいしょ。ちなみにみんなブレワイじゃないわ、ディアキンどこまでできた？私は今だから現在ゾーラの里をやってるわけだけれど、あ、騎士の盾じゃん、あ、欲しい、待って、どうしよう、盾、あ、もう全然こんなんいらん、あ、ぶー、無駄なダメージ負ったわ今。で、どこ行きたいんだっけ。こっちか。で、そっちか。あ、間もなく着きそう。遠かった。上から行けば早いんですけどうわ、敵だ。あ、でもこいつはいけそう。よし、長い橋に敵がおるけど、そんなん知らん。あ、まあ混乱させようかな。レッツゴー。混乱花っていうのがあって、ういっ、これをさせると混乱して敵同士でやっつけてくれるという面白いものがあります名前は面白いものです。よし、ういっ、はい、
敵が勝手にやっつけてくれる。やべ、おー死んだ。思ったより攻撃力高かった。いや、もう一回やろう。もうちょっと混乱花で様子見とこうかな。てかまだまだじゃん、遠っ。え、ゾウナの里思ったよりもうちょっと遠かったわ。なんやねん、まだ半分だった。半分は嘘だな。よし、めっちゃ追いかけてくるけど。あ、落とした。あ、あそこにある。危ねえ。なんかあそこにあるな。どうしよう、行くか。あそこ気になるな。ここ戻ってこれるよね多分。なんかさっき読んだやつの近いものバージョンがある。あれ、ここっていけない、もしかして上上がれないの。あれ、飛び立てない、こっから。じゃあいっか、あとでにしよう。え、嘘、こんな段差飛び立てないんだ。でどうやっていくんだい。通れルーフかな。一応道案内みたいなのがあるっちゃあるんだよな。あー夜だね。まあいっか。うん、敵だ。あ、めちゃめちゃヘドロだ。道こっち？うわー、出てきた。怖いね。はい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 。はい、怖い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 。はい、バイ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 。はい、バイバイ。はい、バイバイ。はい、バイバイ。はい、はいはい。倒したね。あ、リザルフォスの方で欲しいな。あー、風が飛んでった。リザルフォスの方で欲しかったのにな。旅人の剣につけよう。よし、進もう。トパーズのロット別にいらないわ。で、どこ向かえばいいんだ。え、上、
また敵がいる。うわ、黒ぼボコブリンだな。うわ、敵いっぱいいる。敵いっぱいいるタイプのやつだ。不意打ちいけるか。不意打ち、よし。もう一匹いたはず。あれ、もう一匹は？あ、いた、あ、いたいたいた、ほらほらほら、はあ、強っ。もうやだ、思ったより強かったよ。ゴリ押せなかった。ちょっと私一個気になってることがあって、ちょっと戻って、橋のとこ、橋んとこのあれをやっぱ見に行きたいんだよね。なんか書いてあるやつさ、どこだ、うわー敵だー。ちょっと待って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 、よし、倒した。リザルフォスの骨が大量にある。とりあえずくっつけておいて、この辺だったよね確か。ゴーすみれ、うい、あれ、ゾーラの学び第4章じゃん。え、なんでよ、見に来たのに。せっかく、ヨナの話してる。うん、第4、普通に第1章第2章、待って、これ後でにしようかな。ちょっと第1章第2章ってちゃんと読みたい。あ、うん、ちゃんと読みたいので後でにします。ハートありがとう。せっかく読みに来たというのに。なんかこういうのちゃんとね、あれで読みたくなるんだよね、順番通り。
地上絵もそう、まあ、地上絵は絶対に多分順番通りの方がいいんだけど、さてこっからちょっと強い敵がいるわけだが、できれば不意打ちで仕留めてしまいたい。寝ないな全然。何の音？よし。で、あっちに強いのがいたんだよな。どうしよう。ゆっくり行くか。やばい。よし。この調子でいけ。よし、倒せる。ご了承していけ。よし。はい、勝った。黒ゴリブリン、黒ボコブリンでしたね。強かったわ。よし。で、これだね。これ第2章かな。第7章やん。なんで？ゾーラの学び第7章なんだけど、私第ゾーラ王子指導あるとも思いこれにするす。やまない雨はないこともない、そんな冗談めいた言葉がささやかれたことがあった。ゾーラの里に降り始めた雨が来る日も来る日も一向にやまなかったのだ。いくら我々が水の民だとはいえ、日差しは恋しいし、時には乾いた風も必要だ。しかし我らゾーラ族にはこの災いの元凶を取り除く術がなかった。皆が途方に暮れていたある日、私シドは一人のハイリア人を里に招いた。リンクのことですね。その無口な若き剣士、名前はリンク。優しそうな目からは強い信念も感じられた。私はすぐに直感が正しかったことを知る。リンクのおかげで災いを断つ備えができたのだ。災いの元凶とは厳しい戦いになったが、幾度も立ち向かい、ついには災いを鎮める。本人に言えないことも文章であれば造作もない。我が良き友リンク、君は卓越した剣士である。ヒレこそないが華麗さが際立つ身のこなし、エラこそないが呼吸を乱さぬ剣さばき。部族を超えて私が彼から学んだものはかけがえのない財産であり、心より感謝している。止まない雨はやはりなかったが、終わらない冒険はありそうだと友を見て思う。わ、いい文章だこれ。別に文章あれごとじゃなくていける感じだね。多分見せられるとこだけ見せてる感じ。ちょっと4章はなんか初めて聞く単語がちらっとあったから、後でにしようと思って。敵がおるね、敵がおるね。ああ倒した。よし。
道はこっち。ああもうちょっとです多分。本当に今度こそ本当にもうちょっと。あまたあそこに敵がおる。敵おるな、どうしよう。ちょっと悩んどこ。敵倒す？結構な量の敵がおるんだけど。宝箱は？ああね、ちょっと邪魔。宝箱がなさそうなので後回しにしよう。あでも敵がおる。おい、出てこ。よし、よし倒した。てか戦闘上手くなったわ。いまだに回避全然使ってないけど戦闘は上手くなったのは間違いない。それだけは自信がある。間違いなく戦闘は上手くなった。で道は？あれか？今上から行ったんだっけ？ん？あれ？どっち向かってんだ？あ、こっち合ってんのか。あれか。あー、これか。よし、またお前か。なんだっけ、カバンダだっけ。あーカバンダね。支えてあげようか。しょうがない。なんかむずい。ちょっと待って。待て。これで。今、何ですかこれは。今ね、今看板を立てるというイベントをやっております。これできるっしょ。おいけたいけた。おい、
で報酬をもらえる。20ルピーと山菜おにぎりと混乱花。あ、混乱花嬉しいですね。はい、バイバイ。この人本当謎なんだよな。よし、あともうちょっと見えてきたよ、ゾーラの里。てか長旅だったな。やっぱ上から行けばよかったかな。でもどうせいつか探索することになるからさ。にしてもヘドロが汚いな。せっかくの綺麗な水が汚染されてるし。あ、祠ある。綺麗だけどな。綺麗だけどでもやっぱなんかヘドロが。ゾーラの里着いた。うわ、ヘドロがすごいな。先に、あ、先にあれやっちゃおう。先に祠やります。モガワカの祠、レッツゴー。いやー、長旅だった。ゾーラの里道がなかったからね。結構ゴロンシティとか比較的簡単な道なりだったけど、ゾーラの里むずいね。水力発電、ゾナウギアか。やべ、わかんねえ。これ動かせばいいか。え？え？ああ、わかった。これで。よいしょ。これをくっつけて。で、当てさせれば、これで多分これじゃダメか。これでこうすれば、あ、OKOKOK。 水力発電ができたが、あ、宝箱ある、ラッキー。水の中に埋まってた。魔法の、あ、これ宝石つけたら強いやつじゃん。いいね。あ、なんかいらないのあるかな。石の両手を、ポコエッチいらないか。で、どうしたらいいんだ。これは何、これ何、これ、やべえ、分からん。ちょっと待って。ん？どうやってやんだこれ。ん？謎解きだな。これをつければいいの？あー、こうか、もしかして。あ、合ってた。
それで電力を貯めて、なるほどね。ん？これは何？あれバグった、ちょっと待って、あれいけたいけた、うい、オパール、え珍しい、宝箱2つあった。よいしょ。でこれがなくなったからもう一回これでまた電力を供給したら、そしたら今度こそ上行けるっしょ。これでここに、よし、いってらっしゃい、エレベーターだ、よしクリアだ、これ完全クリアでしょ。やったー、水力発電の祠クリア。あ、これ祝福の光何個目？2個目だ。全然ダメじゃん全然ダメだったわ。よし、そしたらじゃあゾーラの里の王様いるかな、に、よし、話しかけに行くが、ちょっと待ってね、よいしょ。